UD イビサ・エ a ビ v サはスペインバレアレス諸島州エビ i サに本拠地を置いていたサッカークラブ。最終年度となった2010から11シーズンはレヒオナルでイ b サに所属していた。1995年近隣のクラブの合併により UD イビサ・エ a ビ v サが設立され、1997年には SD イビサも合併の流れに加わった。 クラブ名称は c e a ビッサと改められ、続く9シーズンをテルセラディビシオンで戦った。2001年には s d a ビッサと名称が変更され、2007年には s e a, a ビッサとなった。2007から08シーズンと2008から09シーズンにはクラブ史上初めてセグンダディビシオン B に参戦したが、2009年8月4日、 二段階の降格処分が下されて、リビシオネスレイヒオナレス登録となった。10月には、イタリア人投資家グループによって買収され、クラブ名が UD、e ・イビサ・エイビスサに変更された。100万ユーロの負債を抱え、2010年5月、中旬に管理者によって破産が申告された。この当時、クラブには、会長や、取締役会は存在しなかった。ありがとうございます。